どうも、くまるけぐるみ、花子です。今回ですね、ちょっとこの、赤い棒ですね、ちょっとこれでね、テスト撮影的なことをやってみたいと思います。まずね、これ実はね、パキッと折ってあって光ってるんですけど、ね、照明ついてちゃ見えない。ということで、とりあえずまず電気消してみます。とりあえず今電気消した状態です。外若干外光入ってますけど、今日ね曇ってるんで、まあって感じです、でもねこれだとやっぱまだ光ってる感じ、ちょっと近づく、これでね熊の顔近づけるとね光ってる感じは分かると思うんですが、ちょっとこのままではねなんかあんまりこうやって一生懸命振ってもね映えませんね。ということでちょっと今からカメラの設定変えます。露出補正が、取りながらできるので、マイナス 1.0 やってみます。はい、どうでしょう。おー、光ってる感じがね分かるようになってきました。いいですね。はい、光ってますね。ではさらに露出補正ねかけていきます。今ね、1.3、1.7、マイナス 2.0 までいきました。はい、どうでしょう、光ってる、ますます光ってるの分かりますかね。なんか熊の顔がねすごい怖いんだけど今この、ほら光ってる、というかもう熊の顔映ってない、この赤い光しか見えてないですかね。赤い光しかね、いいのかなこれ。ちょっと動画的にはねダメかも分かんない。でも赤い光がねよく見えます。ということで、今この撮ってるカメラね露出補正ねマイナス 3.0 までいけるんで、マイナス 3.0 いきます。よっこらしい、はい、マイナス 3.0、 あ、マイナス 2.0 が限界なのかな。あ、ちょっとマイナス 3.0 できると思ったけどできない。ということで、はい、結構でもマイナス 2.0 で光ってますね。今0.0 ね、これがデフォルトですと。じゃあさらに露出上げていきます、ね、もう絶対分かんないんだけど、よいしょ、もう露出補正ね今、プラス 1.0 やっております。もうねこの子光ってるのか光ってないのか本当わかりませんよね。あ、でも一応光っとるのわかる。熊のお肌がなんかこうやって永久脱毛してんじゃないんだよ、ね、永久脱毛。お、一応光ってるのわかりますね。さあ、そうするとじゃあ露出補正プラス 2.0 まではいけるのかな、はい、プラス 2.0、なんかだいぶ白飛びしてます。だいぶ白飛びしてきてるね、これ。はい。もう、棒の光が見えません。光ってんだか光ってないんだか、もう光ってないですよね、この感じだと。おぉ。でも一応近づけば、ほら、こうやって光ってるのね。ちょっとね、脱毛器的な感じの。見えるけど、もうね、赤い棒なのに、肉眼で見てると赤いんですよ、すごい。でもね、もうね、カメラだとね、真っ白しか見えない。やっぱ露出補正するとね、いろいろやっぱこうやって違いが出るもんなんですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。もし、よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。